あの1月7日から起用で9ヶ月なってます。えその9ヶ月でも数万人が亡くなって、え本当に悲しい悲しい歴史の一つがを今現在刻んでいます。反戦と平和を訴える講演は去年10月以降100回を超えました。た埼玉県皆野町に住む木工職人ダニーネフ世代さん。 初めて日本に来たのは1979年、イスラエル空軍で3年間の兵役を務めた後のことでした。戦闘機のパイロットは国を守るため、練習してる人で人を殺すための練習してる人間じゃないみんな私知ってるよ。みんなすごい人だよ。って、うん、戦争になって敵を殺すのは敵だから、殺すのは仕方がない。国を守る。国を守るため、敵を殺すのはこれはやむを得ないという。 全くそういう人そういう人間でした。当時は国のために戦うことは誇らしいことと信じて疑いませんでした。その後妻カオルさんと出会い結婚、埼玉へ移住します。籍入れたのは八十五年だけど一緒にいるのは八十年からだからもう四十年。ジョンレノンが亡くなった年。私まだ大学生だったの。<laughs> 下北沢で <laughs> 結構相当時間一緒にいる <laughs> <laughs> ねよくやってるよ <laughs> カオルさんと同じ時間を過ごしていくうちに徐々に考えが変わっていったといいます私が当然と思ったことはうちの妻にとっては当然じゃない 私うちの妻にとって当然と思うのは私にとって当然じゃない。でだんだんこう見えてくるお互いにあれなんか私たちは全然価値観が違うどっちが正しいかどっちが正しくないかは見えるのは時間はかかるけどだからやっぱり自分の国離れて自分の国を外から見るそしたら違う国の人と一緒に生活するとやっぱり今まで気づかなかったことには気づきます。 そして転機となったのが2008年自身が所属していた空軍がガザ地区に大規模な空爆を行い多くの市民が犠牲となりました子供の死を見て何かおかしいぞと思ってそこでパンもうガランと変わったの2008年私は本当に自分の中でこっからあの変わった武力に頼るとまず終わりがない あのこれは相手も同じこと考えてるで結局いつでも次の武器の開発次の武器の開発につながっててこれしまいに結局自分の全ての,あの自分の国の予算を決めるのは敵が決めるもう今の時代ではあの軍隊の力によっては国を守れる時代じゃないこれは今回のガザ攻撃はまさにこれをあの署名してるのこれから国を守るのはやっぱり外交しかないです 日本では憲法9条があって70何年間の戦争が続いてないこれからすごい守らなくちゃいけないのその後ダニーさんは平和を訴える講演を始めますしかしイスラエル国内ではダニーさんのような考え方は少数派で国を守るためには武力交渉を辞さないという考え方が主流です 今回のイスラエルとハマスの大規模衝突から9か月以上が経ちましたが依然としてイスラエルで拉致された人質は全員は解放されずガザ地区への攻撃は続き犠牲者は増え続けていますそれでもダニーさんには必ずイスラエルとパレスチナは平和を取り戻せるという確信があります 私は3歳の時からとにかくエジプトと永遠に戦争が続いてる無つ続くって言われたけど78年に平和条約ができたえっじゃあ何だった私たちずっとありえないって言われたこと結局嘘だったってわかるのイスラエルはやっぱりあの近隣諸国とあの平和でき,できるやればできる人間はやっぱり動物と違って頭も使える言葉も使える心も使えるその3つを使えば絶対 違う人間とも話が通じるはず。戦争が長期化することでダニーさんの仕事にも影響が出ていると言います。私10月7日からほとんど家具作れません。 何でかというと、家具は大体あの1週間、2週間、3週間ぐらいかかるの。でずっと集中して同じものを作らなくちゃいけない。でずっと講演活動は続いてるから、いくら私は丈夫な家具を作ったとしても何の意味もない。ただ自己満足の世界。次の戦争が起きない世の中を作らな,く作らないと、やっぱりいくらいい家具を作ったとしても何の意味もないということで、それを今同時にいつも両立をやってます。 ダニーさんの家具は一つ一つ思いを込め丁寧に作るため、完成までに時間がかかるといいます。毎週末、公園の依頼が来ているため、大きな家具の注文が受けられず、今は小さなおもちゃを作るのが精一杯です。働きね、みんなのことびっくり、びっくりがある。 何ヶ月前から少しずつ少しずつ寝てもうスタッフをどんどん増やしててもすごい形になりそうです、本当にわくわくしてますこの日は今年に入って78回目の講演会自宅から2時間以上かけ会場に出向きました。テはブーリ横によって止められない。 これはもうイスラエルはいい加減で学ばなくちゃいけないけどまだ学んでない集まった市民に心から訴えかけます。戦争で軍人は敵を殺してると思ってる、勘違いしてるそれは軍人は敵を殺してません。軍人は殺すのは人間だよ。自分と同じ人間全く愛する人夢と希望を持ってる人間を殺すの。 しかもその自分と同じようにお父さんとお母さん、おじいちゃんとおばあちゃんがいる人間を殺してます。私たち本当に次世代のことを考えて、次世代を愛して、その次世代に希望にあふれる世の中を与えたければ、大人の責任として私たちこれから一番使わなくちゃいけないとは何かというと、これですということで今日の話終わりにしたいと思います。ありがとうございます。 分かりやすいお話だっったと思ってあのすごい難しいことかなと思ってたんですけど、えっと、武器をまずな,なくすこととあとその教育っていうのがすごい大事だいうことその二つをすごい胸に刻みましたすごい納得できました納得できました分かりやすかったと聞くとあ,あやっぱり改めて今日目をよかったしかもこれだけの大勢の人の前で喋って。